今回はクビンスホールスロージューサーを使って人参ジュースを絞ってみたいと思います。長崎県産無農薬人参3本約 500g を用意いたしました。このホールスロージューサーの最大の特徴として人参を切らずにそのまま投入することができます。それでは早速ジュースを絞ってみたいと思います。すべて絞り終わりました。今までのスロージューサーのように人参を切らずに投入することができたので簡単にジュースを絞ることができました。投入から絞り終わるまでの時間が短縮されたので酸化時間も短くより新鮮なジュースが絞れました。それでは測ってみたいと思います。人参3本で 200cc200g ジュースを絞ることができました。